所沢市亀ヶ谷付近浦和所沢バイパスは、埼玉県埼玉市浦和区の北浦和駅、入口交差点から同県所沢市の東新井町交差点へ至る、国道463号の本線、埼玉県道215号、宗岡埼玉線の本線、及び国道254号のバイパス道路である。略称は、浦所バイパスまたは、浦所。また、 埼玉市内では先王通りとも呼ばれている。この道路は、現在埼玉県道40号埼玉東村山線、埼玉県道113号川越新座線、埼玉県道179号所沢大目線、埼玉県道24号練馬所沢線の各県道の一部となっている、主要地方道16号浦和所沢線のバイパス道路として建設され、後に、 こちらが本線となった後、1993年4月1日に国道463号の一部に昇格した。埼玉市内は大半が2車線、四季市から所沢市の牛沼交差点までは4車線区間、道交差点から若松小学校入口交差点まで3車線区間、伊勢が2車線区間である。越谷浦和バイパス。 所沢入間バイパス区間はその項を参照のこと。新座バイパス浦和所沢バイパス富士見川越え、バイパス以下の区間で日時を問わず、渋滞が発生しやすい。道路線の内所沢警察署管内で一番多い、事故形態は、追突事故である。特に、所沢インターチェンジで関越道から合流する、車が一般道での運転間隔を取り戻せないまま、 追突するケースが多い。ありがとうございます。